人気作家湊かなえが2019年に作家生活10周年の節目の作品として書き下ろしたミステリー長編を北川景子主演、吉岡里帆の共演で実写化した連続ドラマ W 落日が9月10日午後10時よりワウワウで放送、配信される。新たに黒木瞳、竹内涼真、久保しおり、乃木坂46の出演が明らかになった。ワウワウでは約7年ぶりの主演を務める北川は新進気鋭の映画監督で、他人に迎合することなく自分の信念で行動する主人公長谷部香役。また香と同じ笹塚町出身の脚本家ということで、運命の輪に巻き込まれていく海心博役を吉岡が演じる。北川と吉岡は本作が初共演となる。